日本語能力試験、懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めます。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番アパートで女の人と管理人が話しています女の人は壊れたパソコンをどうしますか すみません。管理人さん壊れたパソコンは粗大ゴミの申し込みをしてアパートの指定の場所に出せば収集してくれるんでしたっけ薄いノートパソコンなんですけどパソコンはメーカーに回収してもらうかパソコンを買ったお店に持っていくかしないと粗大ゴミとして出せないんでねそうなんですか十何年も前のものなのでどこで買ったかでしたらメーカーに連絡すれば 専用の電票を送ってくれますからそれを梱包したパソコンに貼って郵送すればいいんですよ意外と簡単なな手続きなんですね。大きい自治体だと市役所とか公共施設に回収箱が設置されていてそこに入れればパソコンも回収してくれるんですけどこの地域はないんですよねそうですか。女の人は 壊れたパソコンをどうしますか女の人はこのあと何をしなければなりませんか ちょっといいかな。北山食品からのプラスチック容器の注文のことなんだけど、この請求書を作成したのって。ああ、部長。作ったのは私です。何か間違いがありましたかいや、これ、中村君に頼まれて作成したんだよね。営業担当は中村君だから。はい。注文の数がこれまでよりずいぶん減ってるから、その理由が知りたいんだけど。 中村君外出中みたいで何か聞いてないいえ何もそっか悪いけど私今から会議だから中村君戻ったらこの件について私のところに説明に来るよう伝えといてもらえるかな5時には会議終わって戻るから特に報告受けてなかったものだから気になっちゃってねわかりました 女の人は。この後。何をしなければなりませんか。三番。日本語のクラスで。先生が留学生に話しています。留学生は。 主に商店街の何についてインタビューのプランを立てますか来週の授業では桜商店街に行ってグループごとに2件ずつ古くから続く商店を回ってお店の人にインタビューをします、えー、桜商店街は最近では魚のコロッケなどの人気商品で知られ新しいことに次々とチャレンジしていますが 県内で最も長く続く商店街なんです。そこで、商店街全体がこれまでどのように困難を乗り越え、変化、発展してきたのか話を伺います。今日はこのテーマに基づいて、グループごとにインタビューのプランを立てましょう。今から各グループに店のリストを配ります。 留学生は、主に商店街の何について、インタビューのプランを立てますか四番大学の事務所で、学生と事務所の人が話しています。 学生はこのあとまず何をしますかすみません先週インフルエンザで経済学の学期末試験を休んでしまったんですが病気の場合はもう一度試験が受けられると聞きましてまずは先生に試験が受けられるか確認して受けられるということならこちらの申請書を書いて「 医師の診断書と一緒に出してください。申請今日までだから急いで西山先生に確認してくださいねあ先生には許可をいただきましたあのー、診断書が必要って知らなくて病院でもらってこなかったんですけど病気の場合は診断書がないと今日は病院が休みで明日書いてもらって必ず持ってきますのでうーん仕方ないですねじゃ 今日は申請書だけで。試験の詳細は来週掲示板に出ますから自分で確認するようにしてくださいねはい、いありがとうございます。学生はこの後、まず何をしますか 5番、男の人と女の人が話しています。女の人はパーティーの日に何をしますか山下さん、来月、松田くんの結婚パーティーをレストランでやることになったんだけど、手伝ってくれないもちろん、何でも言って。ありがとう。じゃあ、受付お願いできないかな。会費制であるから、会費の受け取りをしてほしいんだけど。わかった。ねえ。 もう一つ、会場の音楽担当か、ビデオ撮影の担当も頼めない音楽係は、事前に松田君と相談して曲選んで、当日かけてほしいんだ。ダンスの曲とか。撮影係は、動画の編集までやってもらいたいんだけど。私、動画作るの得意。本当じゃあ、決まりだね。だけど、受付お願いするとなると、時間ギリギリに来場する人がいたら。 撮影開始が遅れちゃうか。カメラを最初だけ他の人に任せるとしても、なんか慌ただしいしな。やっぱり、山下さんには受付やめて、会場の飾り付けのグループに入ってもらおうかな。当日2時間前に来られるうん。大丈夫。じゃあ、係を2つお願いすることになるけど、よろしくね。 女の人はパーティーの日に何をしますか問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、 問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。一番。 大学で女の学生と男の学生が卒業論文について話しています。男の学生は女の学生にどんな方法を勧めましたか 卒業論文もう始めなきゃ間に合わないのになかなか取りかかる気になれなくて僕は先月から始めたけどやっぱり始めるまでに時間かかったよとりあえず資料を集めるとか簡単なことからやってみればそうするうちにだんだん集中していくと思うよそっかまずはやるべきことがイメージできるよう長期的な計画を立ててみようかなと思ってたけど私の場合 それで満足して終わっちゃいそうだからその方がいいかも去年卒業した先輩からはいい論文が書けたっていう成功をイメージするといいよってアドバイス受けたけど完成まであまりに遠いからイメージしづらくてね確かにねなんか相談したらやる気出てきた少し進んだら報告するからまた相談に乗ってね 男の学生は女の学生にどんな方法を勧めましたか 2> 2番女の人と男の人が就職試験の結果について話しています。 男の人はどうして合格した会社に入らないと言っていますか先週 就職試験の最終面接だったでしょ結果、どうだった採用通知もらったよでも辞退することにしたんだせっかく合格したのにうん自分の専門が活かせそうな会社だったんだけど入社後3年以内に少なくとも5年は東京じゃなくて地方の支店に転勤してもらうことになるだろうって面接で言われて家庭の事情もあって東京勤務以外は考えられないんだ そっか、オフィスを見学した時活気があって雰囲気も自分に合いそうだったからすごく悩んだんだけど提示された給料も自分の予想を超えてたしね結局悩んだ末辞退することにしたんだ専門が活かせる仕事は他にもあると思うから頑張って他探してみるよ男の人は。 どうして、合格した会社に入らないと言っていますか三番会社で、男の人と女の人が、防災について話しています。女の人は、 自分のうちでは今後何をする必要があると言っていますかこの間 家族で防災センターに見学に行ったんですけどもしもの時うちは何も準備ができてないなって思って災害への備え何かしてますかうちは本棚とか冷蔵庫とか家具が倒れないように固定したりそれから家族で近くの避難所まで安全な行き方を確認しながら行ってみたり防災意識高いですねまあそうですね非常時にどううやって連絡取り合うかも、 家族で話しし、てて決めてありますし携帯電話がつながりにくくなることがあるって聞いてうちなんて食料と飲料を常備してるぐらいですよそれも大事ですようちもやってはいるんですけど家族で3日分ぐらいしかなくて1週間分は置いとかなきゃって思ってるとこですそうですかうちももう少し家族で意識高めないとなあ 女の人は自分のうちでは今後何をする必要があると言っていますか？4番。女の学生と男の学生が話しています。女の学生は。 交渉について、授業でどんなことを習ったと言っていますか 今日、経済学の授業で、交渉について習ったんだ。交渉って、自分の希望通りに行くように相手と話をする、あの交渉買い物で値引きしてもらうときなんかの。そう。特に、値引き交渉なんかは、どうやったらこっちの思い通りになるかって、相手を任そうとするでしょでもね、ちゃんとお互いの利益になるよう歩み寄って、交渉を通して、 より高いいい価値を生み出すっていうのが賢い交渉なんだって。へえ<ー>。お互いが得をするようなやり方が望ましいってこともちろん互いに譲れない交渉となると厳しいやり取りが求められると思うけどね女の学生は交渉について「 授業でどんなことを習ったと言っていますか五番セミナーで専門家が話しています専門家はサービスについて どのようにしていく必要があると言っていますかこれまで製造業においては、 物を作り出す技術、あるいは生産性を高めるための様々な研究が進められてきました。一方、サービスについてはどうでしょう未だ経験や勘に頼るところが大きく、例えばサービスの質と価格の関係をデータから分析したり、効果を測定し評価するなど、科学的なアプローチによる研究が十分に行われてきたとは言えません。サービス業は、 国内で労働者の6割が従事し大きな利益を生んでいる重要な産業なのですからその必要性を強く感じるわけです。専門家はサービスについてどのようにしていく必要があると言っていますか ここで、ちょっと休みましょう。 ではまた続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありません まず話を聞いい。てくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます 一番。テレビでレポーターが男の人にインタビューをしています私は今アニメのイベント会場に来ていますこちらのイベントを毎年開催している山本さんにお話を伺いますこのイベントでは新作アニメの紹介やアニメグッズの販売、ゲーム、コンサートなどを行っています 年に一度のこの機会にぜひ新たなお気に入りのアニメを見つけたりファン同士の交流を深めたりして皆さんに楽しんでもらいたいと思います日本のアニメは海外でも人気でアニメファンはもちろんですが友達にこのイベントに連れてこられて興味を持つようになったという外国の方も多いんですそうですか。アニメを通して日本のことをもっと知って好きになってもらいたいので。 このイベントがそういうきっかけになるようにと思ってます男の人は何について話していますか ?1 このイベントを開催する目的 2, 2このイベントで一番人気のコーナー このイベントを外国で行う計画このイベントを始めたきっかけ 2> 2番ラジオで女の人が話しています。 ある高齢者介護施設ではわざと施設内に階段や段差を設置しているそうです。えっと思われるかもしれませんがあえて不便にすることで体力や体の機能の低下を防ごうとするものなんですパソコンの普及で漢字が書けなくなったなんてよく聞きますが昔は何でも手書きで手間はかかるけどおかげで漢字を忘れずに済んだわけですよね。そうういえば、先日うちの掃除機が壊れて、 家中ほうきで入ったんですけど、日頃の運動不足が解消された気が。これも同じことかな。女の人が言いたいことは何ですか。一。<1 S 2> 介護には苦労が多い。二。<2 S 2> 不便さにも利点がある。 3生活はもっと便利になる4お年寄りの知恵は素晴らしい3番テレビで動物園の職員が話しています。 動物園というと、一般的には遠足やデートなどで訪れるレクリエーションの場というイメージをお持ちかもしれませんが、動物の生態や自然環境について学ぶ機会を提供する場でもあるんです。また、近年、自然環境の悪化などにより、野生動物の生活範囲が狭くなってきていて、住む場所を失ったり、数が著しく減少してしまったりしている動物たちがいます。 動物園にはそうした動物を保護し守るという一面もあるんです職員は何について話していますか ?1 動物園の抱える問題点 2, 2動物園の設備の改善三。3> 3 動物園が減っている現状動物園が果たす役割4番会社で上司と女の人が残業時間を制限することについて話しています。 中野さん、今社内で残業を週10時間以内に制限するっていう話が出てるんだけど中野さんはチーーームリーダーとしてどう思う思そうですね確かに会社全体で無駄な残業をなくすのは必要なことですが何でも時間で区切ってしまうというのはうちは商品開発部という性質上アイディアを膨らませたり企画を練ったり退社時間を気にせず集中したいっていう時がありますから。 現場としてはそうなんだね。女の人が言いたいことは何ですか会社が残業時間に制限をかけるべきだ。残業が多いのは能率が悪いからだ。3> 3 残業してても結局疲れて集中できない四。仕事内容によっては残業が必要とされる5番セミナーで林業の専門家が話しています。 日本は昔から木の文化と言われていますが、近年では木造住宅の建築に外国の木材が多く使われています。価格が安く種類も豊富な輸入木材に国産が押されているわけです。しかし、雨が多い日本で育った木は、梅雨の時期や高温で湿度の高い夏でも腐らず、冬の乾燥でも変形しないなど、日本の気候に非常によく合っていて、 長く使うことができるんです100年前の木造の家だって手入れすればまだ住めるほどですもう一度見直してもらいたいですね専門家は何についいてて話していますか1日本人が木を好む理由2 木造の家の減少。3、国産の木材の強み。4、日本の森林の変化。 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 1番 1> さっき先輩に何言われたか知らないけど気にすることないよ 1, 1それは教えられない 2, 2心配してくれてありがとう3言われたこと気にしてないの 2番、2> このラーメン結構辛いね。見た目に反して。1、1> そうは見えないのにね。2>, 2、ほんと辛そうだもんね。3、見た目からしてすごいよね。 3番。社長がお呼びですので、至急お越しいただけますか ?1。1> じゃあ、すぐ社長を呼んできます。2。え、なんだろう。すぐ行きます。3>, 3。すぐに電話するようにします。 4番あお久しぶりですこんなところでお会いするとは1ほんと偶然ですね 2, 2会いに来てくれたんですね3それなら他のところにしましょう 5番、道渋滞してますね。新幹線の時間間に合えばいいですけど。1>, 1、間に合ったんだからいいですよ。2、2> 新幹線行っちゃったんですか ?3、ギリギリかもしれませんね。 6番ねえ、田中くんが大学辞めるなんて、ほんと嘘みたいだよね。1私も驚いた。2, 2よかった、辞めないんだね。3, 3田中くんが嘘ついたの 7番ゼミの松田くん留学に備えて毎日語学学校通ってるんだってよ。1, 1留学の後もずっとすごいね。2, 2ちゃんと留学の準備してて偉いね。3留学中毎日勉強してるんだね。 8番。プレゼンの内容これでいいか、この後課長にも見てもらわないとね。1。1> じゃあ、私が課長に確認しておきます。2>, 2。どうして課長に見てもらえないんですか ?3。よかった。課長もこれでいいんですね。 番昨日転職した元同僚に会ったんだけどなんか生き生きしてたよああまた会社に戻ってくるってこと 2> 2なんで迷ってたの充実してるってことじゃない 番最近社長が何でも新しいことをやりたがるから困るよねえっだから社長困ってるの次次から次へじゃ大変だよねもっとチャレンジしてほしいのにね。 11番味もボリュームもステーキはこの店に限るね。1, 1> それじゃあ他の店にしようか ?2, 2ああ、ステーキは限定メニューなんだね。3やっぱりここのステーキじゃないとね。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番男の留学生と女の学生が話していますねえ松本さん松本さんって観光ガイドのアルバイトしてるよね 来週家族が日本に来るんだけど何か日本らしいい体験ができるところない両親の希望は記念のものが手元に残って日中は観光したいから夕方4時以降がいいって8歳の弟も一緒だから子供が飽きないのがいいんだけどそれなら陶芸教室は茶碗ととかかお皿とか作るの。陶器は焼くのに23週間かかるけど後で国に送ってくれるよ。 それから布を染める教室もおすすめスカーフを染めるんだけど日本の伝統的な色を使うから日本らしいお土産になるしその日に持ち帰れるよ弟は工作が得意だから茶碗とか作るの好きそうだけど布はどうかな前に国でそういうのやった時退屈してた記憶がそっかどっちも4時半開始だけど 陶器を作る教室は郊外の桜町だから行くまでに時間かかるんだよね桜町に4時半か間に合わないだろうなそれと観光センターに行けば日本料理とそれから茶道の教室も体験できるよ弟日本料理大好きだよだけど料理は今昼間しかやってないんだお寿司とか作れて楽しいし 箸に名前を入れてプレゼントしてくれるからすごく人気なんだけど佐渡の方は夜7時まで1時間ごとに好きな時間で予約できるよお土産に和菓子もらえるけど食べたら残らないね4つの教室のどれかにするなら私が予約するよありがとう昼は無理だし手元に何か残るっていう希望は聞いてあげなきゃ 弟が好みそうな方だと時間が心配だけどまあその日だけ少し早く観光切り上げてもらおう男の留学生はどの体験を選びましたか ?1 陶器を作る 2, 2布を染める 3日本料理を作る4作動をする 2>, 2番食品会社で部下2人と課長が話しています課長りさん すみません、ちょょっといいでしょうか。今日3時から1時間ほど課長と林さんと私とで北海道食品店の打ち合わせをすることになっていますがええ中山さんどうかしましたあの明日予定していた青木商事への納品が急遽先方の都合で寄放になってしまいましてそれで午後1番で青木商事に行かなければならないので。 ちょっと3時までに戻るのは厳しいかと遅くとも3時半には戻れると思うんですがそうじゃあ打ち合わせ4時からにしましょうかあすみません4時半からちょっと別件がありまして15分前には出ないといけないんです打ち合わせ明日以降では遅いでしょうかそれが私が明日から急な出張で1週間ほど留守にするんですよそれじゃ 今日中にしないと一週間近く企画が止まってしまいますね中山さん納品の時間って早められないんですか日程が一日繰り上がったのでこれ以上早めると準備が間に合いませんそれに先方から納品が遅くならないように言われてますので後ろにずらすこともじゃあ元の三次にして中山さんは車に戻り次第加わるってことでどうはい中山さんがいない間 私の方から現時点での作業状況とか中山さんの担当の分もまとめて課長に報告しておきます助かりますじゃあそういうことでよろしく3人での打ち合わせの日時はどうなりましたか予定通りの日時で行われる。2> 2 今日時間を変えて行われる。3明日の同じ時間に延期される。4一週間後の同じ時間に延期される。3>, 3番 まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。三番。 ラジオを聞いた後、男の学生と女の留学生が話しています。毎年各地で開催されるちょっと変わったマラソン大会を4つご紹介します。お米の産地、北町の大会では、給水ポイントで水だけでなく、美味しいおにぎりが味わえるそうです。ゴールした時にはお腹いっぱいでしょうね。東町の大会はカレーです。 こちらは食べながら走るのではなく、玉ねぎ、人参など、それぞれの畑を回って材料を収穫しながらゴールを目指すというものです。材料は持ち帰れるそうですよ。南町ではカメラを持って海岸沿いの美しいコースを撮影しながら走ります。後で撮った写真のコンテストもあるそうです。最後は西町です。山道を走り、ゴールは山頂のお寺。 五百もの階段を上り切ったところにあります。これは苦しそうですね。いずれの大会も、ただいま出場者募集中とのことです。ねえ、リンダさん、国に帰る前にどれか出てみたらいい思い出になると思うよ。うん、楽しそう。リンダさんはカメラが趣味だから、海岸沿いを走るのがいいんじゃない走る方はわからないけど、コンテストを優勝できるかもよ。 カメラ持って走るなんて落としたらやだ私、足腰に自信あるから階段を駆け上がるのにするおすごいねじゃあ僕は野菜を収穫するやつに出てみよう大会の後でごちそうするよ腕に自信があるんだじゃあその時は私、お米炊いて待ってるね

これで懲戒試験を終わります。